皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野百合子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします、はい、今日もよろしくお願いします。はい、本日はどのようなお話を。そうですね、はい、時間と空間は幻想だっていうお話をね、はい、まあ、実際にこう、うん、肉体の方の意識は、うん、ね、いっぺんにここにあったらばどう人と関わっていいかわからない、うん、待ち合わせもできない、はい、っていうところで、はい、まあ、時間と空間は私たちが合意しているからこうやってね、はい、まあ、一緒に、YouTube も出たりできるんですけれども、はい、まあ、ともかくですね、私はしつこく永遠の39歳と言い続けて、はい、時々29歳になったりするんですけど、はいはい、ともかくその気持ちの中で、あるいは言霊でね、うん、もう年だからとか、うん、ね、もう何歳だからとかって言ってしまうと、うん、それが、まあ、現実化していくということで、はい、でもね、前回も言いましたけれども、スピリチュアル母さんは漫画の中で年を取っていて、まあ、ほうれい線ができているんですけども、ね、はいはい、でも今日はですね、しずちゃんが、まあ、ボディーワーカー、まあ、セーマ作家でもあり、はい、ボディーワーカーでもあるの で、はい、でなんかね、スピリチュアル母さんの中には、ランクル夫人のね、こうエネルギーを使って、ね、うん、顔の形状記憶みたいな、まあ、そういうこともね、書いたことがあるんですけれども、うん、まあ、前が書いたんですけど、でもね、今日は本当実際にここのところをこう、ね、動かして、で、ツヤッツヤのピカッピカの私になりませんかっていうね、はい、もうあったかくなってきましたし、うん、そうですね、でただですね、面白いですね、まあ、はい、マスクマスクの文化が、はい、いくらここがそうなんですね、ピンとなっても、まあ、ここに隠れているとね、もったいないっちゃもったいないんですけど、いいか悪いかみたいな、そうそう、はい、ただ一つね、うん、本当に私は実際に見たことがないんですけれども、はい、タオというね、はい、道教のマスターたちの話は、随分その一人置いてそのマスターっていう話をよく聞くんです。はい、でこれ本当の話らしいんですけど、タオのマスターたち、いわゆる本当に中国本土にいて、ずっとこうね、修行だったり山の中にこもったりしている人たちは150歳とか200歳がザラにいるっていう話で、うーん、楽しそう、うん、はい、でその人たちがパスポートを偽造するんだそうです、はいで、そうで、なぜかっていうと、はい、顔はどう見てもなんか40代、はい、だけど実際年齢は200歳とかだと、はい、それだけでほら海外に行けないので、はいはい、だからなんかパスポートを偽造するっていう話を聞いたんですけど、いやでもね、私本当に年明けに、ゆり子さんと札幌をやらせていただいたじゃないですか。味噌に1月の海岸に飛び込むみたいな、ね、飛び込んだ、はい、もう、ね、すごかったですね、あれは。もう本当に楽しい体験だったんですけどそう、あれを誰に話しても皆さん笑ってくださるっていう鉄板ネタなんですけど、あの直後にですね、なんかふとなんか私、ゆり子さんの実年齢を知ってしまう、いや肉体年齢、肉体なんて言うんでしょうか、うん、現世年齢を知るっていうことがありましてですね、はい、ね、びっくりした。昔からよくお祝いをするコーキーっていう、はい、と思って、はい、あ、私はこの年齢の方と一緒にサップをやったんだと思って、すごいなんかびっくりしたのと、そしてこの年齢の方に自分よりも安定感のないサップボードを乗らせたんだっていうのにすごいショックを、ある意味衝撃を受けてやっぱ本当ね、今のそのタオさんたちの話を聞いても、もうゆり子さんもなんかそうなるんだろうなっていう気が、なりたいんですけど、してな、なりたいんですけど、はい、全てがマインドね、はい、あなたは本当に内側に神様がいて、はい、その神様があなたの世界を作っているという、うんうん、そこを鉄板に信じているので、はい、でも時々疑いが来るからこう、そうですね、はい、重力に負けて、本当にそうなんですね、重力に負けてくるんですけど、そうなんだね、はい、はい、だからまあ今日はですね、本当にもう永遠、皆さん永遠のですね、
あの20代30代でステイしていただいて、うん、お誕生日が来てもまあね逆にこう数が減っているというような感覚で、はい、ぜひぜひあの生活していただきたいと思うんですけど、うん、今日はそのここの高齢線を薄くする。そうなんです。あの、まあ、私も YouTube 先生であの動画でなんかたまたま上がってきたので多分私が気にしてるっていうことも YouTube 先生が察知してくれたんだろうなと思うんですけど、はい、でも全部つながってますからね、はい、世界は、はい、あのここをこうで引っ込めるあの皆さん見えますか？ですね、でとにかくここをくぼませるっていうこのっていう動きをたくさんするとここの辺のこの脂肪というかなんかこう固まってしまった筋肉がほぐれて、うんうんうん、なんかこうこの辺のほうれい線が消えるんですね、はい、消えるらしいんですよ、はい、気にしなくていい、あとは、うん、あの舌を使ってあの内側からこのほうれい線をなぞる、っていうのを、うん、疲れるから全然長いことできないんですよ、でも、うん、あのやらないよりはいいと思って、いや信じることです、はい、ちょっとずつやってます、はい、そうです、これをやれば、はい、でつるんつるんのピカピカになる、それにプラスしてですね、まあ、これ絶対効くぞとまず信じることと、はいはい、あとはこうね気ですよ、やっぱりなんで道教のマスターたちがそんなに若いかっていうと生命エネルギーが滞ってなくて、もうボン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 こうねあの無限に降り注いでくるという、うん、まあ、実際にその気が流れてるわけなんですよ、うん、はい、だからこうやりながらで今いいことにマスクだから、そう電車の中でもできます、そうなんだ、誰も気がついたらこうなってるとは、ね、マスクの中で、はい、やっていただいて、でやるときに同時にですね、全身から純粋なピュアなエネルギーが宇宙の、ね、生命エネルギーがこう入ってきて、そして内側からふわっとこうね皮膚の細胞とか、それからこう滑らかにこうしていくイメージ、もうここからこう水も滴るじゃなくて生命エネルギーも滴るいい女、はい、いい男にぜひなっていっていただいて、はい、まああのね時間と空間幻想だというところをぜひ実践していただければと思います、はい、ありがとうございます、春ですから、はい、マスクです、ひろこさんさっきのでやりました、はい、皆さんに お披露目しっかりしてください、さっきからやった、あ、そうだ、よかった、私だけあの、ね、全世界に向かってあのやってるのかと思う、いやいや、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます、じゃあ2人でやりましょうか、はい、せーのできない、ほらこれ結構大変なんです、はい、皆さんも頑張ってやってください、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました、また聞いてください、はい、ありがとうございました、はい、大事なことを忘れておりました。はい、うっかり。はい、はい、4月の24日に、はい、日曜日です。はい、はい、有料で、YouTube のライブをね、はい、やってみようかなと思っています。はい、なのでね、もちろんこの質問もそうですし、はい、こんなことやってほしいとかのリクエストもあればね、うん、これからおいおい、うん、そうですね。はい、YouTube のこうね、メインのテーマとして取り上げて。はい、行きたいなというふうに思っていますので、はい、4月の24日ですね、はい、午後1時、はいはい、スタートとなると思います、はい、ますのでよかったら開けておいてください、はい、詳細のお知らせはねまた近くなったらご案内させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、大事なお知らせでした、はい、失礼します、入ってきてそして内側からふわーふわー